まずは先週のパターンの続きが残ってるかネコリグから始めました。もしかしたらバイトじゃなくて何かに当たって感じたのかもしれなかったので、ゼロ段でチェックを込めてこのリグでもう一度トライしてみました。無反応でした。次にこの 32g のこれを投げてみました。無反応だったので、次にこのサスペンド風ミノーのコフィンリップ型、少し潜ってくれるタイプをリズムを変えて3投してみました。無反応でした。そしてもう一度反応があったネコリグに変えてみました。バイトは取れたんですけども、やっぱり食い込んでくれてなかったので、次もし当たりがあったらちょっと待ってみようと思っていました。
集できた。よっしゃ。はい。よいしょ。でかいバス君来ました。やったね。ガーッ。でかい。大きさの方が49センチですね。でかい。やったね。ではバスカンですね。サンキューね。また遊びに来てください。でかいです。バイビー。うふ。おー、やべって言ったぜ。釣れた時の氷水温が17度ぐらいです。合ってるかどうかはわからないんですけども、ヒロボーが釣ってるのはノーザンラージマウスなので、学者じゃないのでわからないんですけども、オスは多分下顎がとんがってて、メスは丸いと思っています。そして今回釣れたのは下顎が丸かったのでメスだと思われます。琵琶湖なんかにいるのはノーザンラージマウスとフロリダバス、そしてそれの愛の子3種類いると思うんですけども、そちらの方はどうなのかは分かりません。ネストの魚ではないと思われます。ヒットルアーにはやっぱり食ってくれるけど、それ以外のルアーには無反応な感じでした。バスフィッシングって面白いですね。それではご視聴おおきに。